着ているこの服、ご覧のように自由に曲がってとても柔らかい素材なんですけれども、ご覧ください。叩かれても全く痛くないんです。女性が叩いているとはいえ、スコップで力強く叩いています。その叩いた時の音がその衝撃の強さを示しています。一体なぜスコップで叩いても大丈夫だったのでしょうか。答えはこのゲル状の物質。この特殊素材、ご覧のようにゆっくりした力には自由自在に形を変えることができるんですが、強い衝撃には一瞬で固まってしまうんです。そうなんです。もう一度見てください。手で自由に形が変えられるほど柔らかいこの物質、ハンマーで叩いてみると、なんと全く形が変わりません。最初に紹介したあの毛糸の帽子にもこの不思議な物質が使われているため、ハンマーで叩いてもスイカは無傷。そして帽子は毛糸のしなやかさを失っていなかったのです。今ではスキーやスノーボードをはじめオートバイ用品などにも取り入れられています。